はい、こんばんは。ということで、ホタルビルドのゴールドフレームが届きました。やっちゃったな、またこれ。でもいいね、これを買った理由っていうのは、あのストライクのストライカーパック3種類買ったんで、つけるやつがいないっていうので、ちょっといろいろ着せ替えできて面白いなと思って、手に入るうちに買っておこうみたいな、そんなノリで買っちゃいました。フレームがゴールドでストライクフリーダムみたいですよね。根本的にアストレイ好きだし、アニメはそんな好きじゃないんですけど、どうです、とりあえず立たせてみましょうか。こう無理なポーズいけると思うんですよね。分かった。ちょっとこれやめちゃな。まあここはちょっと甘いな、稼働が。あ、でもかっこいい。顔立ちはこんな感じです。アストレイっぽいよね。遊び方盛りだくさん。まあこれは今までのアストレイと可動域は同じだと思うんですけど、もうここまでレッドフレームも買ったし、これも買ったんじゃブルーも出たら買わないとな。サンバル感になるね。腰、ここの腰が可動で、ここにロールがあって、腰もいろんな角度に、いいね。やっぱ高いだけあるよね。これフリーダムとあんまり変わらない値段なんですよね、悲しいことに。あのレッドドラゴニクスが4万超えで、なんか感覚が狂ってて2万いくらで安いっていう風になっちゃったかもしれないです。付属品から考えるとそんなに安くはない、むしろ高い。だってストライク1万6000だけど、これ2万6000だからね。高い、高いな。だからあんま売れてなかったです、これ。そんな焦って予約しないでも、予約の段階であんまり食いつかなかったっていうか、売れてないと思います、これは。まあいいや。あら、角がちゃんと刺さってないな。首の可動はどうなんだ。ちょっと緩いとこは接着した方がいいかもしれないな。
ポージング無限大。無限大のポージングができる。グイッ。あとなんか片腕が外れてるようなエフェクトも入ってますね、これは。片腕が、右腕か、右腕が外れてここにシールドを直接マウントするパーツとかもついてきてて、それが欲しい場合はこれを買わないといけないみたいな。まあ多分ストライクにもつけられるだろうし、レッドフレームにもつけられるし、汎用性が高いんですよね。まあそれが作戦なんだろうけど、最近ちょっと買いすぎだよ、いろいろ。これも分割で買ってるから恐ろしいよね、引き落としが。まあでもいいよ、かっこいいからね。かっこいいからよしとしよう。かっこいいよね。なんか適当なポージングしたけど、うん、なんかなかなかこれで遊ぶってことないんですよね、一人でいると。よっぽど暇になった時に出してこうやって遊ぶとね、結構後々遊べそうだなーっていう予感が半端ない。いいね、なんかこのポーズでショートで出すかね。回しながらということで、この辺にしときます。またなんかいろいろ装備つけたら出していこうと思います。以上。